ございます。本日のパスタです。はい、ありがとうございます。いよいよ本番です。楽しみます。おはようございます。こちらのキッチンの店で、名前よろしいでしょうか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。あ、楽屋ここですね。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。同期で仲良く。同期で仲良く。はい、迷ったら大変だなと思って来てもらいました。時間も調べずにね。いや、まあそうだ。なんかそんな、そんなさ、カメラあるから、とととばかりにこいつの弱みをみたいなのやめてくれない。信じられないことを起こした。何があったんですか。検温するじゃないですか、入り口で、はいはい、で普通こうやってこのね腕のとこ見せるのにこうやってスタッフさんびっくりしてたんですけど、やらかしたのスタートです。いよいよ当日になりましたね。はい、おー、やっと会場でできると思って嬉しいです。3年ぶり。会場みんな入ってきて、あ、そういえばこんな感じだったよねみたい な、 忘れてるものですね。なのでこういろいろ確認しながら準備してます。今でもあの作品の練習自体はあのリハーサルして自信持ってますので、皆さんに楽しんでいただけるようにって思ってます。あ、ここまで来た、よかったね。みんな参加できるのが一番ですね。私トップバッターなんですよ。トップバッターのというか最初の作品の一番初めの言葉を言う人。緊張しますよ、そりゃどうしよう。ちょっと一旦舞台見てきます。言葉の使い方は変わるだろうか。埃をかぶって作業するライオン。じゃあ、こいつで。しまった。突然のことでうっかり目を合わせてしまった。リハーサルどうでした？いや、やっぱりホールに入るといいですよね。あと藤林がめちゃくちゃいいところの線でした。すごくいい。この藤林のは聞いてほしいです。リハーサルなんか思ってた想像以上に広くて大きくてちょっと動揺したんですけど、始まってしまえば案外光が照らされてステージの方からは見えないんですね、観客の方なので、まあ耐えられるかなって感じ。今回はね司会だけなのでちょっといつもとまた感じが違いますね。僕はなんかでもすごい楽しみです。ちょっとまた客観的に見られてて。3年ぶりのホールですね。どうですか？なんかね、やっぱり全然違う。皆さんお一人お一人の顔を見させていただいて、その反応を感じながら読むっていうのはすごい喜びなので、めちゃくちゃ楽しみです。3年ぶりに舞台立って、なんか舞台からの景色がもうすごく良くて、こう木で作られたホールなんですけど、温かみがあって、あー帰ってきたっていう気になりました。皆さんに会えるのがすごく楽しみですね。2年ぐらいね、ずっとお客さんの前でできてなかったので、そわそわとワクワクがちょうど半分こぐらいですね。まあ、夜の部の方は司会も今回担当することになったので、お昼の部が川田さんと舞子さんですかね。なのでちょっと川田さんの仕事ぶりを見ながら、ちょっと師匠の動きを勉強して夜の部に臨みます。2番目の丸物と、あと同じ月曜日の抹茶カフェに出てます。正直2番目の丸物と月曜日の抹茶カフェギャップがすごいから、そこに注目してほしい。そう2年前は私有村架純ちゃんをイメージしてやったんですけど、今回はちょっと大人っぽくなった感じ。あ、新垣結衣さんをイメージしてやってます。何ちょっと大人っぽくなってるんですね。そう、
こう、うん、ポンと主人公の背中を押してあげられるような、かつ可愛らしいココアさん健在で頑張ろうと思います。堀本さんは今回何の役ですか？喫茶店のマスターです。小柄なおじさんっていう設定なんですけど、何人割と大柄だし、めっちゃそれリハの時みんながくすく笑ってて、ね、男性であることしか一致してないでもまあそこのねギャップをこう朗読の読みの部分でねカバーできるように頑張りたいと思います。本当に3年ぶりなんでやっと劇場でできるようになったっていう嬉しさと、なんかあの後輩のことばっかり気になって自分の練習全然やってなくて、今直線に大丈夫かなと思ってもう一回練習してるとこです。一番成長を感じた後輩っていうのは、でも、ね、野島アナウンサーもすごい対策を頑張ってくれたし、あの藤林アナウンサーもあれだけの人数をまとめる語りってすごい難しいんですけど頑張ってくれたし、みんなね練習始めた時よりすごい上手になってるんですよ。だから本当はあの練習始めた頃のメイキングも見てもらいたいぐらいこんな伸びたんですよみたいなのを見てもらいたいとかいう気持ちもあります。はい、でも上手にやってたじゃないさっき。本当ですか？だからあんたは生の方が向いてるな。おお、嬉しい言葉届きますように見守っててください。師匠、私の師匠です。届きますようにそんな眉毛動かしてたらダメでしょ。だって中身知らないもん。いきます。もしも話す言葉が目に見えたらどんな形をしているだろう。例えば恋人がささやく愛の言葉はどんな色や形をしているだろう。トップバッター終わりました。次、のみのピコの住んでいる猫の五右衛門の尻尾踏んづけたあきらくんの漫画読んでるお母さんがお団子を買うお団子屋さんにお金を貸した銀行員とピンポンをするお相撲さんが憧れている歌手の大毛を盗んだ泥棒にトマトぶつけた八百屋さんが選挙で選んだ市長の入れ歯作った歯医者さんのホルンの先生の顔を引っかいた猫のジャルヌの背中に住んでいるのみのプチ。よかった。久しぶりの開催となりましたね、松本さんね。はい、3年ぶりに豊中市立文化芸術センターで開催することになりました。はい、ようやく皆さんと一緒にここで楽しむことができるようになりました。ありがとうございます。もう本当に。お客さんの反応というか聞こえてた。気持ちよかった。ありがたい。すごい。やめられない。やめられない。癖になる。あと1回しかない。そうね。子供とかに人のありがたみを教える仕事ってあった方がいいよなと思ってて、希望ってつまりそういうことだと思うんです。見事な金色のたてがみを持つライオンがいた。優しいだけじゃなくてすっごく強いらしいの。銀のライオンには気をつけてくださいね。リス君、銀のライオンに用心してね。今日は1時間目から6時間目まで図画工作。へえ、教室が大声出した。僕は思った。ええ先生や。というわけで本日のゲスト、長谷川義文さんでした。ありがとうございました。みんなが歩いて
した匂いがした。定休日とか閉店後とか。この会場、豊中市立文化芸術センター、これは2017年ですね、ビーズがライブをやった会場でもあるんですよ。そのお二人が立ったステージに私も立つことができるっていう、その喜びを、表現していると思っております。行ってきます。鼻がほんのりピンク色だった。可愛らしいな。腰にサロンを巻いた青年が、いらっしゃいませと笑みを向ける。ああ、そういう素敵な偶然って起きるときは起きますからね。大切なあの人に言葉の贈り物、ことなはレターを皆さんから募集しました。25歳の一人娘がこの春結婚します。ありがとう。お母さんが私のお母さんでよかった、はい、というわけで本日は MBS アナウンサー琴の葉物語の世界2022にお越しいただきまして誠にありがとうございました。一番良かった。さすがだね。本番に強い人ですよ。強い。強い。拍手してたもん。いやいや、それ。でも練習で全然成功できなくて、成功って何か分かんないですけど。いや、来てますよ。本当ですか。来ました。この後はじゃあもうもっともっと行ってもいいかもしれない。最後。褒められた。褒められましたね。褒められて伸びるタイプなんで嬉しいです。なんか本当に練習で全然うまくできなくて、本番大丈夫なのかなって感じだったんですけど、なんとか。本番に強い子なんですねそうかもこの後はもっと2回目ももっと、はい、さっきの2倍3倍出せるように頑張ります。お願いします。取らないでくださいよ。サウナの中。はい。サウナの中。いやもう閉まってなかったですね。昨日土曜のヨンちゃんの中継。お腹ぽよぽよでめちゃくちゃコメントきました。あんなに鍛えてたお腹が残念ですという。なんだろうこれ。ネギか。ネギにしよう。そう、関岡さんは噛めないプレッシャーがありますよね。絶対親も噛んでも噛んでもしこれはいいね。あ、そういいですか。私噛んでも噛むの。いいの。私噛んでも噛んでも。そうなんだ。噛んだら噛んだで、ああもうもう一回やる。応援してくれるもういろんなパターン持ってはるから、ね、そうか、そうか、そうか、甘さ持ってはるから失礼いたしました。でもみんなすごいよね。客席でずっと見てたんですよ。若い人たちが素晴らしい。誰かに解けれ。俺のセリフじゃんそれ。俺のセリフ。おい、誰かに。だから俺のセリフだから。世界の。俺のセリフなんだけどあれ。昼はうまくはいったけれども、まあ、初のね同じ作品を2回するっていうことなんで、もう一度気を引き締めて、はい、2回無事終わって初めて我々は良かったねって。まだ半分。でもいいですよ、皆さん本当に頑張ってくれてるんで、お願いします、はい、待ってるかい。新型コロナウイルス感染予防のため、まだ30分ありますからね。入場後はマスク着用をお願いします。もう何にも緊張しないです。館内は禁煙となっております。もう大丈夫です。現場で今しばらくお願いします。いやー良かったですほっとしましたお願いします。お願いします。技術さんからも褒められて、本日の朗読公演本当良かったです。マジで誰からも反応なかったらどうしようと思ってやってたんで練習は今日のなんかあの昼の部見てなんかなかったのメッセージ。ああなんか楽しく見させてもらいました。夜も楽しみにしてます。そうだ、3つママングローブ、ママングローブこれぐらい言うてる感じだね。ちょっとね若い子が頑張ってるのを見るのがね楽しい。すごいすごくなんか成長してるって思うのが、ね、お母さんみたいに本当に嬉し
しい。そうなんですよ。毎年毎年このイベントを通して、あ、この人成長したなっていう人が出ますよね。結構若手に頑張ってもらおうって、うん、舞子ちゃん、舞子キャプテンの意思があったので、うん、上の方たちが出られないところもあったので、うん、その人たちにめっちゃ指導入ってもらったんで、うん、そうやね、そうやね、その方たちのおかげもすごくあるんで、聞いてもらった高井さんとか、うん、古川さんとか、武川さんが、うん、ずっと教えてくれて、勤務的に、それでどんどん上手になってます。緊張がこぎれちゃったっていうか。せや、ね、どうしたの。さっき頑張ってたじゃないの。緊張感をもう一回入れる。あ、もう一回入れるためにね。疲れ取ってきました。めちゃくちゃ来てる、足に来てる。このうちに休憩して。全然してないじゃないですか。そう、もう一回しなきゃと思って。一回電源切ってきます。ほんで1回の公演終わった後に関岡さんとかがアドバイスしてくださって、はい、そうです。もうちょっと感情入れてもいいよところとか、まあとか、銀のライオンのところをもっと優しくしてた方がいいとか、そこら辺をちょっと反省点を生かして2回目も頑張ります。お客様にお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染予防のため、入場後はマスク着用をお願いします。本番よりこっちの方が緊張する。夜の部に家族が見に来てます。緊張する。昼の部より緊張するかも。お母さんたち、はい、誰？お母さんと母と父と姉が来てます。いやー、時どの辺？私の反対側なんで、わ、まあ、正面じゃなくてよかったなって感じ。発表会みたいな感じで。そうですよ、昔の音楽会とか運動会とかと同じ気持ち。光弘のお母さんも来てるらしい。そうなんですか。結構じゃあ親族の方が多いかもしれないですね。うちは一人も来てません。なんで？なんで？行くか。はい、行きましょうか。行きます。静かな声なら青い花、優しい声は桜色。黙っているという言葉の向こうに豊かな森が広がっているかもしれない。これはのみのつこの住んでいる猫の五右衛門の尻尾踏んづけたあきらくんの漫画読んでるお母さんがお団子を買うお団子屋さんにお金を貸した銀行員とピンポンをするお相撲さんが憧れている歌詞の大物を盗んだ泥棒にトマトをつけた八百屋さんが選挙で選んだ市長の入れ歯作った歯医者の先生の歯医者のちゃう。え、もう心配した。珍しいです。ちょっと昼の部成功したのに。そのままでいいのよ。大丈夫よ、しなくていいのよって言ってくれる。これがすべて作り話だと言い切れるだろうか。金のたてがみで生まれた私こそ天に選ばれし者なのだ。さっき給食食べたのにもうお腹が減った。すると大西先生が言った。心が動いて腹が減ったんや。人でも物でも一度でも出会ったらご縁があったってことだ。生きてるみたいな感じがするんです。もう可愛いやつねって思います。さあ、ということで本日は MBS アナウンサー琴ノ葉物語の世界2022、本当にお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやー、終わりました。やっぱりお客さんの反応があるのいいですね。そうですね。いや、でもやっぱり緊張しました。そう、はい、朗読よりも下手したら緊張したかもしれない。 MC よ、はい、そっか、なかなか慣れてないので。舞子さん、いいですね。
そうですね、うん、いい経験でした。舞子さんが横にいてくださったので、はい、落ち着いて母のような気持ちで見守ってましたね。そうでした。まあ、今回結構こう若手、僕も若手なんですけど、それより下の子たちも結構参加できたので、それはね本当にいい経験だったと思います。お客さんの前でやっぱりやるっていうのはもう何回も言っちゃいますけど、嬉しすぎてついついニコニコしちゃいます。ぜひとも来年もね、また舞台でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。もうでもすごくすっきり、今の気持ちは達成感あります。うん、ちょっとなんか夜のものがよりこう5人でキュッとまとまって仕上げられた気がして、今までで一番良かった。一番良かったよね。うんうんうん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。来年もこのホールがいいよね。そうです、オンラインじゃなくてできれば。あと私2年連続 C を読んでるんで、次も物語。ああそうね、ちょっとしっかり読み込みが必要なのはいいかもしれないね。いいと思う。もともとこの低い声も綺麗だし、なんかそう結構練習しなきゃいけないけど、これはいやありがとう。行くも一人だからやります。朗読楽しい、朗読楽しいです。皆さん成長しました。分かんないです。皆さんも楽しんでもらえてたらいいですかね。ありがとうございました。お疲れ様でした。やっぱり2回目疲れた。本当に疲れてました、ね。まあそうですね、まあ、関岡さんはまあしょうがないとして、お前が疲れすぎ、はい、息がちょっとなくなりすぎだったんです。疲れすぎ、はい、まあでも息切れて、はい、またね、次につながる。ありがとうございました。ありがとうございました。今回本当に久しぶりにお客さん迎えての公演だったんだけど、やっぱりお客さんのリアクションがあるっていうのはすごいいいですね。なんか皆さんの表情も見えたし、声も聞こえたし、あちゃんとこう届いてるんだなっていうのを実感できたのでよかった。来年もまたお客さんに来てもらいたいですね。琴ノ葉ね、やっぱ毎年やっぱ生の、ね、お客さんの前でやるってのは長らくできてませんでしたから、やっぱりいいですね。お客さんの反応がね、拍手とか、なんかこう反応があると勉強になりますね。精進します。私自身もかなり久しぶりの舞台での琴ノ葉ではあったんですけれども、やっぱりネット配信とは違って、ネット配信にもネット配信の良さはあるんですけれども、お客さんの反応っていうのが昼と夜と違ったんで、すごく自分もお客さんの空気で乗せられて、また読みも変わって、あやっぱり生の舞台ってこういう化学反応が起きるよねっていうのがすごく楽しかったし、勉強になりましたね。楽しかったです。僕は私もなんか楽しくて、最初はもう本当にステージ上では生きとしてたつもりなんですけど、終わった後の脇汗が思ってる臭くて、臭くてだから多分出てじゃなくて、そうそう、なんか緊張した時の脇汗って臭いじゃん。じゃあ俺も多分臭いですよ。臭め臭めだから体の反応で緊張してたんだっていうのが初めてのことの葉で感想を求められてるのに脇汗の話でいいの。初めてだけど2年目ではあるから、まあまあ確かに、もうすぐ3年目になるし、2年目なら脇汗でいいか。いいよ、許されると思う。来年も出られるように頑張ります、ね、で来年はもっとこうなんか物語の軸とかになれたらいいなとか思いながら。軸だったんじゃないの。まあ一応2番目の悪者説あったけどね。どうなんだろう。本当に皆さん忙しい仕事の合間を縫ってきちんと練習してくれて、全部最初練習した時と今日の本番と全然違って、今日本当に皆さん素敵でした。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。一本締め、一本締めじゃないじゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。素晴らしい舞台でしたよじゃあ皆さん速やかに解散、元気に明日からも働きましょう。お疲れ様でした。まるで私が清水さんの荷物を持たされてるみたいだから取らないでください。まあ持たせてるんですけど、重い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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すみません、お先失礼します。お疲れ様です。
かった。来年も楽しみです。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来年よろしくお願いします。お疲れ様でした。